にちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX-R750 ですね。こちらですね、非常に、数の、少ない車両となります。そしてですね、当時ね、2009年ではございますよね、発売された時はですね、非常に画期的な車両となりました。軽量スポーツ、そしてね、フルパワーマシンということでですね、今でも人気の車両です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずね、フロント周りからですね。はい、スズキのね、この横三眼のヘッドランプですね。当時はね、このモデル、この顔となっておりました。アップアカルね、大きな塗装剥がれ、そういったものもありません。スクリーンはですね、スモークスクリーンに変更されております。そしてね、レンズ割れ、そういったものもございませんね。であとね、ミラーのステーなんかもね、サビ腐食ね、塗装剥がれなんか出るんですがね、そういったものもございませんね。非常にコンディションいいです。もちろんウインカーレンズ、こういったものね、割れはございませんね。はい、そしてね、フロントの足回りご紹介です。フェンダーはですね、こちらも大きなね、塗装剥がれ、そして立ち受けによるフェンダー割れ、そういったものもございません。ダブルディスクブレーキはですね、キャリパー固着、そしてサビ腐食、そういったものもね、出ておりませんね。ブラックのホイール、大きなガリ傷や曲がりはございません。はい、倒立のフロントオークですね。こちらも大きなオイルにじみ、そういったものはね、見受けられません。もちろんね、ブレーキ、このね、固着、そういったものもね、ございません。トキコのブレーキとなります。はい、そしてね、サイドもあってカウルです。はい、放熱性のね、良さそうなね、いかにもね、当時のカウルとなります。大きなね、立ちこけによるカウル割れ、そういったものございませんね。そしてね、クランケース、こちらもね、大きな削れ、塗装剥がれ、そういったものございませんね。そしてフレームです。こちらもね、大きな点サビ、白サビ出ておりませんね。コンディション、いいと思います。そしてステップ周りですね、こちらオリジナルのステップとなります。大きなガリ傷、曲がり、そういったものを見受けられません。はい、そしてね、マフラーです。こちらね、オリジナルのね、スズキのマフラーとなります。サンドは後ほどご紹介したいと思います。はい、リア周りですね。はい、こちらもフロント同様、ブラックのホイールです。大きなガリ傷、曲がり、そういったものもございませんね。はい、そしてリア周りのご紹介です。フェンダーレスキットね、組み入れてね、すっきりと仕上がっております。はい、シートです。シングルシートですね。はい、そしてね、フロントのシート、こちらもね、大きなね、破れ切れ、もちろんございませんね。タンクです。はい、こちらもね、ブラックのタンクですが、大きなへこみ、傷、見受けられないですね。タンク内ご紹介します。はい、こちらもね、大きなサビ腐食出ておりません。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。吹き上がりいきます。はい、問題ありません。ではマフラーオンです。いかがでしょうか。こちらのね、ライトスポーツミドルですね、GSX-R750、お探しの方、お問い合わせをお待ちしております。